揺れで倒壊した3階建ての建物コンビニエンスストアが入っていたのが分かりますこれは台湾東部カレン県の地震直後の様子で建物の中から住人4人が救助されたということです台湾の気象当局によりますと日本時間の18日午後4時前台湾南東部台東圏を震源とする地震が発生地震の規模を示すマグニチュードは6.8で消防当局によると これまでに一人が死亡けが人は146人確認されているということです台湾メディアによるとカレン県では複数の山崩れがあり登山客や住民らおよそ700人が下山できなくなり救助活動が続けられています台湾メディアは専門家の話として今後、さらに大きな地震が発生する可能性があると伝えていますニュースディグ